とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン難しいです。結構難しい、注意していきましょう。1回から難しいね。まず武器に働き鉢入れてください。鉢が出るかどうかによって難易度は変わってきます。まずね、ここエンチャンターをまずは倒さないといけない。エンチャンターを倒してないと、まあ、どうしようもなくなるのね。なのでまずはエンチャンターを何とかしていきましょう。あっぶね、いやもうおもろ食らってるわ。OK。 あぶね、ジオマンサーもね、まあ鬱陶しいんですよ。すっごい鬱陶しいんだけども、それよりも何よりもエンチャンターです。倒すべきはまずはエンチャンターを倒してください。しゃあ、でジオが多分2体ぐらいあといるかな。あれもう倒してるか。ああ、あの TNT で倒した。はい、まあ、とにかくエンチャンター先です。報酬いりません。いきましょう。でここ最初に出てくる、敵が強いです。こいつ、こいつさえ倒してしまえばあとはもう雑魚なので、あいつだけ、注意してください。 OK、 いいね、いい感じに鉢出るな。よし、 OK、 まあ、敵の数はね多いんだけども、注意すべきは最初に出てくるあいつだけだね。はい、で下をぐるっと回って残り4体ぐらいかな、倒していきます。ほんとこの蜂のね発生率によってだいぶ難易度がね変わりますんでね。はい、ここ乱射もいいと思うんだけども、コグの方が倒しやすいです。序盤はコグの方が俺はおすすめします。でエンチャントで毒の蜘蛛いいですね、入れてください。で3回はクリーパーが結構出てきます。蜂がうまいこと発動してくれれば速攻倒すことできるんだけども、まあ出ないこともありますよ、もちろん。OK、 蜂出ねえな。あ、 OK、 出た、出てないわ。出てねえわ、蜂出ないな。ナイス、よし、で矢が出てきてくれた。この矢がね結構重要になりますもんね。結構重要になって、この数が少ないと結構攻略が厳しいかもしれません。でここは渡る前にチクチクやって倒してください。まあ倒さないと渡れないと思うんだけどね。よし、はい、3回クリアでーす。次に行きます。報酬影の断片ですね。この影の断片がとにかく重要です。忘れずに取りましょう。で4回は落ちないようにね気をつけてください。俺ここよく落ちちゃうんだよな。んでここね上の方で戦った方がいいです。下じゃなくって上で。で赤いやつが強いんですよ、 HP が高くて。で赤いやつももちろん倒さないといけないんだけども、この周りからの攻撃のチクチクが意外と痛い。なので赤も倒しつつ、周りのね雑魚も減らしていく感じで戦うといいと思います。とにかくこの赤のね HP が高い高い。よりここも落ちないようにですね、無理にいっちゃうと落ちてしまうので注意してください。ここ報酬強化メールですね、取っていってください。別に強くはないんだけども、あれだ、この5回6回が
結構きついんですよ。なので耐久力を上げておくとだいぶマシになります。うん、だいぶマシになる。で、働き鉢2ですね、入れてください。5、6回がね、結構やられる人多いかもしれない。なかなかの難しさです。極力ならば蜂を出していきたいけど出ないんだよな出てこねえな。うん、あと小袋砲は OK、 出た。惜しみなく使ってください。まあまあ矢がいっぱいあればね、うん、ある程度節約できるところでは節約しなきゃいけないんだけども、ここはね、結構ガシガシ使った方が安全かと思います。 OK、 難しいんだよな本当に。で、6回いきましょう。6回も同じく難しいです。報酬いりません。6回はあれ、風使いが鬱陶しいんですよ。まずは風使いを倒すようにしてください。で、よし、あぶねえ。この回になると、よし、影の断片がもう使えるようになると思うんですよ。なので緊急の時には影の断片を使ってくださいね。 OK。 え、風使い、あ、まだいたんかい。よし、はい、まあ、とりあえずクリアですね。 5,6 回結構、やられやすいと思うので注意してください。強化メール来てると、うん、耐久力高いのでそこそこは守れると思います。弱体化のドラです。ドラも必ず取るようにしてください。んで、エンチャントで、毒の雲3です。取ってください。で、ここもね、危ねえな。風使いが鬱陶しいです。風使いに注意してください。で、もうね、火力がないのよ。火力がない。矢が余ってればもうコグクロス棒をもう惜しみなくね使っちゃいましょう。よし、でもね、今回意外と矢ずつ出てきてくれるけど、出ない時全く出ませんからね。一回も出てなくてここに来たら結構やばいと思う。でもまあ残りね10発ぐらい残しておけば大丈夫かな。10発切ると次が多分きつくなると思うので OK です。はい、7回クリアです。で、ここもう防具変えちゃいましょう。うん、強化メールはそんな使えないので亀に変えることをおすすめします。はい、で、亀にこれサプライズギフトですね、入れましょう。ポーション使った時に運が良ければ、アイテムが出ます。ああもう風使いが鬱陶しいので、まず風使いをやるようにしてください。 OK。 で、ここうまいことで敵がね風によって下に落ちてくれればラッキーです。OK、 OKOK、 何体か落ちてるね。よっしゃ、 OK、 風使いが鬱陶しいんだ。あと上にいる、あ、いたいた。はい、8回クリアでーす。で、ようやく武器が変わります。クレイモアですね。追い打ちと、エコーですね。エコーは多めに入れてください。で、今回は矢がたくさんあるので、矢をたくさん使っていって OK です。で、矢がね、もうあんまないよっていう時には影の断片
あれを使って、特攻してください。特攻して、この鬱陶しい風伝いね、こいつを、やっちゃうといいです。こんな感じで影の断片で3倍ダメージを与えていくと、もう一気に崩すことができるので、よし、9回クリア。次に行きましょう。でコグクロスボウをパワーアップさせちゃいましょう。でエンチャントで毒の雲3と火属性1ですね。うん、これで結構火力が上がります。で10回も結構難しいです。ネクロマンサーだね。ネクロマンサーは早めに倒してください。であとね、よし、ザコも結構湧くのでコグクロスボウは多めに使っていって OK です。残ってればね。よし、 OK。はいはい、やっぱエコーが強いね。エコーが強い。でジオマンサーがもう不意にね地雷撃ってくることもあるのよ。それも一応注意して見てください。10回クリア。で虚無の矢筒取ってください。このアーティファクト3つで、完成です。影、ドラ、虚無の矢筒、もうこれで、今回は俺は完成かと思います。まあ、キノコもあるんだけどね。でも俺キノコ取るよりも、よし、この編成の方が戦いやすいですね。でここはエンチャンターを早めに倒しちゃいましょう。よし、 OK。 矢筒嬉しい、本当によく出てきてくれる、本当。今回運がいい。うん、ここまで出ることはそうそうないんですけどね。報酬いりません。で、ここもね、難しいっす。うん。エンチャンターが多いのよ。エンチャンターが多い。なので、まずはエンチャンターですよ。何にしても。エンチャンターから先に倒していきましょう。よし、 OK。 よし、では行きましょう。でも危なくなったらもう影の断片があるからね。あぶね、もうなあ、ちょっと待って、食らってるやん俺。毒を思いっきり食らってた。よし、終わり。はい、エンチャンターの数に注意してくださいね。はい、で次行きましょう。でエンチャント、入れていきます。追い打ち、そしてエコー3ですね。で倒し方ですけども、プレステ版は下からです。プレステは下から、虚無の矢筒を打って、影かドラを使って攻撃。はい、エモーターさえ倒してしまえば、あとはね密着して攻撃するだけなので、とにかく虚無化させてドラ打って、影の攻撃をすればワンパンで倒せます。スイッチ版は多分上からじゃないかな、おそらくですね。はい、まあ、とりあえず13回クリアですね。報酬はいりません。どんどん行きましょう。で14回もね、クリーパー多くて鬱陶しいんですよ、雲とクリーパーが。でおすすめは、下で戦うこと。上のねこの辺りがやたら出るんですよ、敵が。なので下で戦っていくと意外と楽になると思います。はい、はいはいはい、まあ、この雲とね、クリーパーのコンボには注意してください。よっしゃ、いいね、もう当たんねえな。
14回クリア。次に行きましょう。ここで防具を変えます。強化メールですね。強化メールを取っていきます。でエンチャント入れていきましょう。そんなにいいやつはないんだけども、最後の叫び1ですね。これは必ず入れておいてください。そしてトゲ入れましょう。いきまーす。このダメージ反射がね、意外と役に立つことがある。うん、よし、これも特に問題ないかな。よし、防具ももう変わったばっかりなので耐久力もあるし、いい感じです。で虚無の矢筒はどんどん使っていきましょうね。虚無の矢筒はどんどん使っていってください。よし、いいね。はい、邪魔、終わりだ。15回クリアでーす。まあ、ほんと序盤中盤が本当に難しいんでね、そこは注意ですね。特にないです。そのまんま行ってください。16回行きまーす。ここも特に大丈夫かとは思いますね。はい、よっしゃ。注意すべきはタワーレイスと雲のコンボね。タワーレイスがピンク色になって攻撃をした時に雲で足止めをされたら、まあまあまあやられるでしょうね。うん、ここの雲出ねえな。よし、16回終了。報酬はいりません。はい、でここですね、ホッククロスボウを上げていきましょう。99になります。やっぱり今回このホッククロスボウが、結構重要なんですよ。ホッククロスボウっていうか、の遠距離攻撃が結構重要になるので、パワーアップしていくと楽になると思います。うん、まあ耐久力上げてね、じわじわ戦っていくっていうのもいいんですけど。でネクロマンサーがここ出るんですよ。ネクロマンサーをまず倒しましょう。まずドラと虚無とか使って、よっしゃ、 OK。 でこのタワーレイスね、この群れ、これがエール。よし、あー嫌な場所に行った。 OK。 はい、タワーレイスがもう全部ピンクになってしまうとちょっとね難しいです。でも最初にネクロマンサーさえ倒してしまえばだいぶマシなのでやってみてください。でキノコでもいいんだけども、これはクレイモアをパワーアップ、させていってます。はい、でエンチャントですけども、クリティカル2、そして毒の雲3ですね。でいいと思います。でトゲを多めに入れてください。反射ダメージが、200% まで上がります。反射ダメージね、意外といいのよ。意外といい、いいね。この毒の雲が出てきた時がほんと嬉しい。で今回はあれだね、もう矢が余るぐらいある。これ多分結構珍しいことかもしれない。あれ、毒食らってる、いつの間に毒は食らってないと思ったんだけどな。 OK、 影の断片ももうこれはだいぶ使えるね。多分7、8発は使えるぐらい溜まってると思う。よし、矢頭痛、嬉しい、ほんと嬉しい。
報酬いりません。このまんま行きましょう。もうコブクロスボウがねとにかく使えるっていうのが嬉しい。もうどんどん使っていきましょう。こんだけ矢があれば。よし、ナイス。あ、で黄金にマルチショットがついてるのか。うん、マルチ1がついてますね。これはいい。よっしゃ、いいね。どんどん使っていって。よし、もう不意のね、クリーパーには注意しなきゃいけないんだけども、こんだけ矢があれば注意することもないか。はい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 、終わり。あ、まだか。終わりだ。20回クリアです。次に行きましょう。んでここでね、あのそのまんま行ってもいい。今回はね、うん、マルチショットもついてるしいい感じなんだけども、まあ乱射のクロスボウ、こっちの方が無難になってきます。はい、変えてくださいね。でエンチャント入れていきましょう。マルチショット3です。もうこれだけで OK です。マルチショット3を入れておいてください。でクリティカルを、3まで上げて 20% まで引き上げます。でプレステ版下から倒しましょう。倒し方は最初のボスと同じです。虚無当てて、よっしゃ、虚無当ててドラ、そして、影の断片からの攻撃ですね。それだけで倒せます。はい、ちょっとでもね、躊躇しちゃうとブラインドを食らってしまいますので、サクサクっと倒すようにしてください。報酬いりません。で22階の商人ですね。ここで防具を上げます。強化メイルを、強固なアーマーですね。強固なアーマーは、ユニークスキルでポーションバリア1がついてます。ポーションバリアは本当に嬉しい。できれば3がいいんだけどね。でもタワーだったら1でもまあ全然十分です。1でも十分しっかり守ってくれるんでね。はいはい、いいね。23回特に問題ないと思います。あの防具のねちょうど強化された後ですし、そんなに問題なくいけるとは思いますよ。まあ、あのエンチャンターが出ますので、エンチャンターには、一応注意してください。よし、そこにもいるんだな。 OK、ナイス。240本、もうこれは相当多いよ。240本は相当嬉しいね。よし、あ、やべ、大丈夫か。やばいやばいやばいやべやべ。よし、はい、であと上倒しておしまいです。もう爆弾食らわないようにね。あれ食らうと半分ぐらい持っていかれますんで、報酬何もいりません。そのまんま進んでください。はい、でエンチャント特に入れるやつはないんだけども、矢があんまりないっていうならば無限を入れてください。でも今回俺は、全然いっぱいあるので回復を入れていきます。うん、もうね矢ずつ出ないときここでね、何本だ、もう100本もないもんね。80本とか70本ぐらいのときもあるんで、無限が意外と役に立ちます。まあ意外とっていうか結構役に立ちます。で24階は特に問題ないと思います。よい、強いやつもね出ないし、乱射のクロスボウは強いしでね。よし、いいね。やっぱ毒の雲も強い。うん、タワーでは本当に役に立つと思う。はい、
でコールはもうマックスになりましたね。コールマックス、まあ、もったいないので使っていっても OK です。ういし、コールマックスもったいないんでね。で終わりですね。マルチショットの乱射はめちゃくちゃ強い。で武器変えます。ボーンクラブ、タワーといったらもうこのボーンクラブですよ。ボーンクラブがとにかく強い。でエンチャントですけども、衝撃波3と旋風1でクリティカル2入れておいてください。衝撃波の一撃がかなりダメージ入って、2パンぐらいで倒せるやつとかもいるので、あとはエンダーマイトとかね、よし早く倒せるんでいい感じだと思います。しゃ、いいね。あぶね、あぶね、危ないんだよな。意外と倒せねえな。でも攻撃は別に痛くないし大丈夫ですね。まあ反射ダメージの方がダメージあるなこれ。よし、でこれでおしまいかな。うまいこと一回下に落ちてくれましたね。よし終わり、5回終了。でここ、うん、まあこれもいいんだけども、俺はそのまんまボーンクラブの方でいきます。が戦いやすいと思うんだけどね。はい、いきまーす。まあ好きな方でいいです。自分が戦いやすい方で、マーチ虚無がついてるんですね。まあ、キノコを持ってきて、よし、虚無のやつをキノコねに変えて、で武器で虚無を入れる感じでもいいと思いますね。はい、でもボーンクラブだったらここほんとね楽勝なんですよ。矢は出てくるんでない。まあまあ240本ありゃ十分です。ここ報酬いりません。ここも特に問題はないと思います。あ、エンチャント入れてください。武器を強化していきましょうね。はい、クリティカルを3まで入れてます。で、旋風も後々入れていきます。はいはいはい、危ねえな。危なくなったらポーションですね、使いましょう。ポーションバリアが発動しますんで、ガシガシ倒していけると思います。あー危ねちょっとね余裕ぶっこいてたら、あこういう風になるよね。よし終わりかな。はい、27回おしまいです。報酬は何もいりません。でここね意外と注意しないといけません。あんまりね真ん中に出ずに、俺は後ろの方で戦った方がいいかなと思います。旋風入れます。こっちの方がチク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 ねやってると大丈夫です。真ん中に来るとちょっとねあのリッチの毒ガシガシ食らっちゃうんですよ。なのでまあ矢がね結構残ってたりするとこういう戦法も使っていけます。ある程度減ったかな。あでもまだまだ結構いるね、敵多いのよこれ。はい、ナイス、やぶつ嬉しい。終わりです。あまだいた。
ストリーだ。まだガイ。はい、28回おしまいです。でここで乱射のクロスボウをさらにパワーアップしていってください。んでパワー職人でモーンクラブを上げていきます。127、かなりパワーアップしますね。はい、でボスです。あ、エンチャント、入れてください。もう全て333ですね。衝撃、旋風、クリティカルです。でマルチショット2と長弾に、追い打ち、こんな感じでいいです。でプレス版は下からですね。スイッチ版は分かりません、上かもしれない。で戦い方は、同じくです。しゃ、もう全部戦い方一緒です。最初と最後と、あとボスね、あとのボスも戦い方は一緒。かけかしてと大丈夫ですね。はい、30回クリアでーす。最速で俺29分でクリアできてるので、まあ、30分はかからないと思います。では報酬頼む。ダメだなダメだな。まあ急兵ちょっと欲しいところあるけど、いやーこれダメでしょ。いらないな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。